フルガーバードの門フルガーバードは、インドのマハーラーシュトラ州、アウランガーバード県の都市。ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブをはじめとする、著名人、並びに、スーフィー聖者の墓が多数存在するから、聖者の谷とも呼ばれている。アウラングゼーブの母廟この地は、数々のスーフィー聖者の墓が建てられ、言うなれば、イスラームの聖地とも言える存在であった。17世紀。 ヌガル帝国の皇帝アウラングゼーブがフルドマカンという公文書を作成した。それにより、この地はフルダーバードと呼ばれるようになった。1707年3月3日、アウラングゼーブがアフマドナガルで死亡すると、翌日にその遺体はフルダーバードにあるザイヌッティーンシーラージーの墓のそばへと埋葬された。その墓は屋根のない白大遺跡の非常に質素なものである。 その数ヶ月後、争いに敗れて死亡した、アウラングゼーブの息子、アーザムシャーもまた、フルダーバードへと埋葬された。1714年、マラーター王国の王シャーフーは帝国への標準の意を示すためにフルダーバードへ訪れ、アウラングゼーブの墓の前にひざまずいた。フルダーバードは、北緯20度03分、統計75度11分。 北緯20.05度統計75.18度、20.0575.18に位置している。近郊には、アフマドナガル、アウランガーバード、ダウラダーバードが存在する。ありがとうございます。